MQM-107 ストリーカー飛行中の MQM-107EMQM-107 ストリーカーはビーチクラフト社によって開発されたアメリカ陸軍やアメリカ空軍などで試験と訓練に使用されていた再利用可能なターボジェット標的機、標的栄光機であるアメリカ陸軍では スティンガーミサイルやミン -104 パトリオット等の様々な地対空ミサイルシステムをテストするために使用された。アメリカ空軍は AIM-9 サイドワインダーや AIM-120、アムローム等の空対空ミサイルの訓練に使用していた。MQM-107 はアメリカ陸軍航空ミサイル軍の1972年度速度。 可変訓練標的機器の要求に基づいて、ビーチクラフト社によって開発された。1975年採用が発表され、陸軍は1979年まで初期型の運用をした。その後20年間、改良型が異なるエンジンを搭載し導入された。MQM-107 の生産は2003年に終了し、現在残っている機体は順次、 BQM-167 スキーターと置き換わっている。MQM-107 は胴体の中心にターボジェットエンジンを搭載し、わずかにカーブした翼を持ったアオン速標的機として設計された。機体はジェットエンジンが十分な水力を得るまでロケットブースターで加速する。パラシュートで回収し再利用することができる。この機体は一般的にミサイルや 機銃の標的の栄光機として設計されている。航空機はミサイル訓練用の赤外線標的や機銃訓練用の正方形の標的のいずれかを栄光することができる。フレア、チャフポッドも同様に搭載可能である。2012年2月5日、韓国の連合ニュースは 北朝鮮がシリアから導入した MQM-107D を元に無人攻撃機を開発していると報じた。それによると北朝鮮は爆弾を装着して数回のテストを行ったがまだ完成段階に達していないと韓国情報当局は分析しているという。無人攻撃機と称しても元の機体が小型であることから 小型爆弾やミサイルを搭載して、機体を再利用するとも考えにくく、機体そのものを使い捨てとして、機種に作薬を積載して、ターボジェット推進の体艦がミサイル化や、巡航ミサイル化する、可能性がある。その場合、時期的に、韓国の、天竜かか原部、若高、玄武マイナス 3A、B、C 巡航ミサイル開発に対抗したものの可能性がある。 2010年に公開されたイランの新型国産無人攻撃機から R は革命前にイランに供給されていた MQM-107 をベースに開発されたとされる無人攻撃機で原型機と同様にターボジェットエンジンを搭載し時速 900km の高速での爆撃が可能とされている。精密誘導爆弾や対艦がミサイルを搭載可能で 機体はパラシュートにより回収され再利用可能である。初言性能2020年9月8日、MQM-107E と表記のある物体が沖縄県竹富島に漂着。機体に所属を示すマークがなく、沖縄防衛局が米軍に問い合わせた。9月9日、米軍より沖縄防衛局へ米軍のものではないとの回答があり、 同票的機器を使用して訓練を行っている周辺国のものが漂着したと見られている。なお両翼にそれぞれ漢字で右側には右、左側には左と書かれていた。9月10日、台湾から竹富町に電話が入り、町は台湾の民間企業が所有していた可能性もあると見て引き渡しについて協議する予定という。ありがとうございます。